日置市吹上町にある大名討ち神社で県の無形民俗文化財の伊作流鏑馬が奉納されました。およそ480年の伝統があるとされ、祝詞が挙げられ、揚げ馬と呼ばれる儀式が行われました。伊作流鏑馬は神社前の200メートルの馬場を3つの的に矢を射ながら駆け抜けるもので、2頭の馬が3回ずつ行います。2人の射手の矢が的を射るたびに歓声が上がっていました。撮影は鹿児島市のふるさと特派員道福勝さんでした。